今回は3月29日の調整で武力上昇値がプラス7からプラス8になったノーマル三内容量を紹介します。計略は式3で自身の速度が 0.7 倍になる代わりに武力プラス8の単体強化、効果時間は8カウントと兵力や撤退のデメリットがない式3では極めて高い武力上昇。見切った、違うんだ。流派発動、一の方万死に値する。仕事はここまでだ。つまらんな。出て大丈夫か。さっさと逃げな。山内のライバルになる青のニコスクラには武力8気合持ちのノーマルナッシーと、ドンスペック先陣持ち、回復量の高いノーマル大高に近く優秀な単体強化がおるけど、調整で計略の防衛力ならその中でもトップになったと感じたよ。引き上げよう。流派発動、三の方見切った。まだ死なないのか。見切った。今度は俺らの番だ。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ。気を失う。騎兵隊に次ぐカラスどもを踏み殺せ。万死に値する。流派発動、二の方つまらんな。ただの踊りじゃないぜ。突撃。ちっ、うお、かく出て大丈夫。突撃じゃねえだろ。
中。今回はもう1試合あるよ。相手になろう。突撃。まぐれ勝ちはない。違うんだ、私は。仕事はここまでだ。放て。戦機解放。一の方、神この死ぬ、死なない、万死に値する。撃って大丈夫か。私が倒れては見切った。俺の首はやらん。今はがむしゃらに戦うっきゃね。進軍の準備はできている。ご視聴ありがとうございました。一気に攻めようか。